ダブルリーグプレーオフファイナル第2戦、トヨタ自動車対富士通の気になったプレーベスト5を勝手に紹介。改めましてこんにちは、バスカンチャンネル MC の小貫里奈です。先日トヨタ自動車アンテロープスの優勝で幕を閉じた今シーズンのダブルリーグ、エネオスサンフラワーズが16年ぶりにファイナル進出を逃し、富士通レッドウェーブが6シーズンぶりにファイナル進出を果たすなど、激闘が繰り広げられたプレーオフとなりましたね。ということで今回のクラッチタイムでは、勝手にトヨタ自動車対富士通によるファイナル第2戦を振り返って、私が気になったプレーベスト5を紹介したいと思います。今回のファイナルはなんと東京オリンピックに出場した選手が9名も揃う対戦カードとなりました。結果的には第1戦をトヨタ自動車が74対69とし、第2戦も87対71で2連勝でのリーグ連覇達成となりました。では早速ですが、気になったプレーベスト5を紹介していきます。まずは第5位、トヨタ自動車4クォーター残り9分4秒のエブリン選手のバスケットカウントです。ここですね、エブリン選手しっかりこれ相手を見てプレーしているのが、タイミングをしっかり見てね、しっかりバスケットカウントに持ち込んでるプレーということで、私はこのプレーを選びました。この後のガッツポーズもすごい素敵ですよね。でこの後のフリースローもしっかりと決めています。第5位のプレーですが、これはエブリン選手が相手の動きをしっかり見てタイミングを測ったシュートだったので、私はこれを第5位に選ばせていただきました。決めた後のガッツポーズも、勝ちたいっていう強い気持ちと意思がすごい表れてるなっていうのがあって、なんだろうな、ハートは熱く頭は冷静にっていう言葉がぴったりなプレーだったんじゃないかなと思います。第4位はトヨタ自動車4クォーター残り5分18秒のソハナ選手のリバウンドからのシュートです。エブリン選手のスリーポイント、ここでしっかりいいところに入ってきてリバウンドを2回取ってシュートで、すごいですね。やっぱりソハナ選手はやっぱりリバウンドもすごいんですけども、ここ2回リバウンドしてからのシュートということで、トヨタ自動車ってやっぱりオフェンスリバウンドが私は強さだなっていうふうに思うので、このプレーはトヨタ自動車の強さが現れたプレーだったんじゃないかなっていうふうに思いました。ソハナ選手はリバウンドもそうなんですけど、ミドルシュートの確率がすごく高かった印象で、来シーズンはスリーポイントの確率も上げてきたら、これはもう無敵なんじゃないかなということで、来シーズンも期待したいと思います。第3位は富士通2クォーター残り5秒の町田選手のドライブです。ここですね、町田選手ボールを持ってからしっかりとこれ全体を見てるのが分かりますね。で切り込んでいってシュート、これ残り5秒でこのドライブですからね。かっこいい。ということで町田選手、これは1個前にもトヨタ自動車のタイムアウトの前にもしっかりとドライブで点を取っていて、残り5秒で2連続で町田選手が決め切っていたので、これはやっぱり町田選手の良さが出ていたプレーだったんじゃないかなっていうふうに思いました。町田選手キャプテンということもあるし、 WNBA に挑戦するということです。本当にたくさんの人が注目している中での試合だったので、少し緊張もあったのかなっていう思ったんですけれども、しっかりと終わり方の面でもここでなんか後半につなげられるきっかけになったプレーだったんじゃないかなと思います。第2位はこちら、富士通3クォーター開始30秒の町田選手の内野選手へのアシストです。これですね、篠崎選手から町田選手、うわー、このパスですよね、かっこいい。
このプレーは町田選手は WNBA 挑戦がすごい話題になっていますが、やっぱり町田選手はこのアシストが、町田選手はもうこのアシストがもうかっこいいなっていうのが私もうすごい印象的で、東京オリンピックの時もすごいそうだったんですけど、何回も見たくなるプレーだったなっていう印象です。本当に視野が広くて、もうどこまで見えてるんだってぐらい、なんだろうな、このパスってノールックパスなんですけど、もうなんだろうな、かっこいいとしか出てこないプレーだったなっていう印象です。私町田選手のアシストを何回も YouTube で見返しちゃうくらい好きなので、このプレーは第2位に選ばせていただきました。そして第1位はこのシーン、トヨタ2クォーター残り3分16秒のリバウンドから山本選手の3ポイント、そして続けて三好選手の連続3ポイントです。そうですね、小林選手がリバウンドを取ってからの3ポイント、しっかりと決めてほしい時に山本選手決めてくれますよね。ここでトヨタのディフェンス、ここもね3ポイント町田選手から、でここ3ポイントやり返されるかと思いきや、しっかりリバウンドから、で次どんなプレーが出るのかなっていうのがあったんですけども、ここで三好選手の3ポイント、わすごいですね。第1位のこのシーンですが、まず山本選手の3ポイント、これはナイスリバウンドからの3ポイントで、ここで決めれば流れが変わるっていう大事な時にやっぱりしっかりと決めてくれるのが山本選手だなというプレーでした。ファイナルではとっても目立っていた印象で、やっぱりメンタルの強さだったりとか安定感、決めきる力が山本選手にはあるんじゃないかなっていう印象がありました。続けて三好選手の連続3ポイント、やはりこの2本の連続3ポイントでトヨタは流れがぐっとつかめたんじゃないかなというふうに思いますね。三好選手は今シーズンで引退を発表していたんですけども、しっかりと三好選手も決めきる力というのがあるなという印象でしたね。やはりこのプレーは2連続3ポイントということで、2人の勝負強さが現れていたプレーだったので第1位にさせていただきました。私が選んだベスト5はいかがでしたか？今回のダブルリーグではエネオスは16年ぶりにファイナルを逃すなど、本当に激闘が繰り広げられたプレーオフだったなと思いました。エネオスは渡嘉敷選手は2年ぶり8回目のレギュラーシーズンの MVP に選ばれていましたよね。もう本当にお帰りなさいという気持ちでいっぱいです。昨シーズンは怪我の影響で出れなかったんですけども、今シーズンのゲームでは若手の皆さんを励ましたり声をかけたり、あとはチームを引っ張っていく姿がたくさん見れたので、エネオスは来シーズンのリベンジにも期待したいなと思います。そして今回のファイナル第2戦は7000人以上のお客さんが実際に応援に駆けつけたというのを知りまして、東京オリンピックのだったりの影響とか、町田選手の WNBA の挑戦などの影響もあって、少しずつというか、だんだんバスケットがたくさんの人に知られるようになったんだなというふうに私も思いました。バスケットやダブルリーグのさらなる盛り上がりにも期待しつつ、私もしっかりと盛り上げていけるように頑張りたいと思います。それではチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。